フェルディナンド一世は、両シチリア王国の最初の王。シチリア王としては、フェルディナンド三世、ナポリ王としてはフェルディナンド四世を名乗っていた。スペイン王カルロス三世とマリア・アマリア・フォンザクセンの三男、カルロス四世の弟。妻は神聖ローマ皇帝フランツ一世と、マリア・テレジアの娘で、フランス王妃、マリー・アントワネットの姉であるマリア・カロリーナである。 体力に恵まれ性格も非常に善良であったが、王族としての正式な教育を受けておらず、若い頃から重要な書類に和歌心に自分のサインのスタンプを押させ、自らは狩りやスポーツに明け暮れた。性格が正反対と言ってもいいマディアカロリーナ日がつぐとすぐに比に夢中になった。比からは教養の無さや行儀作法の悪さを可愛いおバカさんと呼ばれていた。 しかし夫婦仲は良好であり、子に恵まれ家庭生活は幸せなものであった。結婚時の約束の一つに、王子を産めば日は摂政になれるというものがあり、王子誕生後は政治的実権は完全にマリア・カロリーナが握っており、フェルディナンドは狩リア社交に徹していた。1820年のカルボナリによって引き起こされたナポリ革命後は火のコリュウィンに亡命。晩年は、 アブルッツォやリエーティで暮らし、ナポリで亡くなった。1814年、マリア・カロリーナの死から3ヶ月経たずして、シチリア貴族のルチア・ミリアッチョと既戦結婚した。彼女との間には子供を設けていない。ありがとうございます。